こんにちは、バイオリニストの愛染一郎です。どうも、ピアニストの佐藤博です。今回ですね、こちらの愛染一郎さんとですね、デュオリサイタルをやらせていただくことになりました。名古屋と、あと東京と、そして所沢と3カ所でやらせていただくんですけれども、今回は、まあ、3人の作曲家に絞ってプログラムを組んでみました。そうですね、ブラームスと、それとロベルト・シューマン、それとクララ・シューマン、この非常にこう親密な関係にあった3人の作曲家、それに、ブラームスの親友でもあったヨーゼフ・ヨアヒム、そのあたりも絡んできています。そうですね、本当に面白いプログラムですよね。ブラームスに始まってブラームスに終わるという、そんな構成でのプログラムです。19世紀のね、ドイツのロマン派の、音楽でこう固めてみたっていうのは、まあ、私個人的にはとてもなんていうかな、感慨深いプログラムなんですけれども、何かテーマがちゃんと決まったプログラムっていうのはやっぱりやりがいがありますよね。そうですね、やっぱりそのただ弾きたいものを並べるだけではなくて、意図したものがあってこう組んだプログラムっていうのは私大好きですので、本当に今回楽しみにしております。はい、ではぜひおいでください。はい、よろしくお願いいたします。